どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日ですね、街中の女性に秋冬の苦手なメンズファッションのアイテムをとことん聞いた映像をまとめてギュッとこの動画で皆さんにご覧いただきたいなというふうに思います。はい、というのもですね、基本的にファッションは自由だし、どんなアイテムを着ても咎められる必要はないし、自分がそれがいいんだと思ったらそれが正解だし、基本的にフレチにならなければ全部がもう正解なんですよ。なんですが、そうした中でもついつい自分に自信が持てなくて、着ている洋服なんか街中でなんかダサいと思われてないかなとか、来週に控えてるデート、そんな時にあの子にそのアイテムマジでダサくないって思われたくないっていう男性もいらっしゃると思うんですね。でそうした NG をどん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 知っていけば、自然とより世の女性が求めるファッションは何かとか、よりモテやすくなったりとか、よりたくさんの方からなんか素敵だね、なんか清潔感あっていいね、なんか話してないけどなんか外見は好きみたいな、ファッション好きって言ってもらいやすくなるわけじゃないですか。っていうように、少しでもですね、同性の男性だけではなく、自分だけではなく、女性の意見も気になっちゃうメンズの方に向けて、今日はですね、僕ここ 2,3 年ぐらいずーっとですね、街中の女性に苦手なファッションありますかっていうのをですね、インタビューしまくってきてるわけですね。でそうした中で夏も聞いてるんですが、秋冬もですね、数々の動画で聞いてきたので、今日は総まとめとしてこの動画でギュッとこの後お届けしたいと思います。ですので人気企画なので、もうご覧いただいている方も多くいらっしゃると思うんですが、改めて見ていただくっていう部分でもぜひですね、楽しんでいただけたらというふうに思います。そして注意事項がございます。というのも、ファッションってトレンドの流れがあるので、今までなしだったものもトレンドで数多くの方が着用しているから、逆にありに見えてきたっていうものもあるんですね。逆にですね、もうトレンドとか関係なしに絶対にこれだけは嫌だって思う何でも変わらない女性の NG アイテムもあるので、そこら辺はですね、多少過去の映像だというのをご認識していただいて、この動画でですね、参考にする部分、ちょっとこれは今年だったらありかなとか、今年だったら確かにないよなとかっていうのをぜひ考えてご覧いただけたらなっていうふうに思います。ダスク、いってみよう。サバタイム。記念すべき、一グループ目に聞いていきたいと思います。イエーイ、一グループ目。はい、ということで今ですね、女子大生の方々に好きな男性をファッション聞いてる聞いてるんですけど、おしゃれですね皆さん。あ、どうも、ありがとうございます。どうも、はい、いやいやいや、とんでもないんですけどもやっぱりこう大学生いっぱいいるじゃないですか、いろんなファッション見てきてると思います。でその中でもこれ好きだなとか、これちょっと苦手だなとかあれば教えてほしいんですけど、あれ、はい、シャカシャカみたいな、マウンテンパーカーが好き。マウンテンパーカーが好き。あ、ちょっと意外そうな反応しましたか。アディダスの、はい、ジャージの横に3本のラインが入ってて、履いてたらもう惚れる。へぇ、あ、そうなんだ。簡単じゃないですか、結構いっぱいいるよ。え、意外といっぱいいるよ。いっぱいいるよ。結構いっぱいいる。あれ、トラックパンツだね。トラックパンツかな、うん、トラックパンツ。黒い服、黒い感じ黒でまとめてる感じ。なるほど。じゃあシャカシャカ、トラックパンツ、そして真っ黒。ありがとうございます。逆に苦手なファッション教えていただいてもいいですか。はい、はい、古着。古着、マジ嫌だ。あ、それはなんでまた嫌なんですか。え、なんか、はい、ちょっと嬉しい。そういう金銭面的な話で。なるほどね、わかります。はい、これ一緒だよね。あれ、はい、とんがってる。あー、とんがってて靴はね、確かに洗濯恐怖症。洗濯恐怖症は危ないですね、確かに。はい、ありがとうございます。じゃあ、大学楽しんでください。はい、はい、はい、はい。今大学何年生ですか。せーの、1年生。イエーイ、イエーイ。イエーイ。ということで、はい、ありがとうございました。はい、で次の方に聞いていきたいと思います。はい、今大学何年生ですか。3年生。ってことは、今ちょうどいろいろと進路を決め始めて向かってる感じ。ありがとうございます。皆さんこうちょうど色が分かれてますね。ブラウン、ブルー、そしてパープルというかピンクというか、おしゃれな方々です。はい、でそこでちょっと聞いていきたいんですけども、好きな男性ファッション聞いていきたいです。なんかね、これが好きとか、この系統が好きとか、なんかありますか。真っ黒いやつとか、マウンテンパーカー着ている人が好きなんだとか、シンプルなファッション。シンプルな中でも何がアイテムとかありますか。何でも、何でも、すごい素敵な方ですね、簡単な方です。あげますか、なんか。基本シンプルで、靴
とかジャケットとかポイントをこだわって、はい、ああこう外しでこうスニーカーをねやってる方ね、あ全員納得笑顔の納得はい、じゃあありますか、なんかダボっとしてる、あダボっとしてる、これはこれはダボっとしてる、気使っていただきました、あなたもそうですよと気使っていただきました、ありがとうございます、じゃあ以上です、ありがとうございます、ありがとうございました、お休み中のところご協力の許可をいただきました、次の方に聞いていきたいと思います、今ですね、女子大生の方々に男性ファッションの好みを聞いてるんですけど、苦手なファッションとかありますか、男性の蛍光色、蛍光色、派手なやつがちょっと苦手、ファッションもね、皆さんこうシンプルかつおしゃれだから、まあ、男性に求めるのもシンプルなやつです。これはあれシンプルですか、それとも派手ですか、あシンプル、あ、よかったよかった、はい、ありました、なんかちょっとオラオラした感じとか、あ、今日オラオラした感じが苦手ありました、なんかなんか、うん、そういう特定のものじゃないんですけど、はいはいはい、みんなが着てるやつを、はい、着てる人に自分がねえやつは嫌いだと、そう、なんか、はい、あれさっきもこの人大学で来てたなって思って、同じの来てるなみたいな、あーなるほどね、止まる時とかあると、はい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 、なんかもうちょい、なるほどなるほど、アディダスの同じような靴よりかは見たことない、見たことない、なんかおってなるような、おっとなるようなやつを着てほしい、意外ですね、なんかすごくシンプルかつ綺麗めファッションが好きって言いそうだけどありがとうございます、じゃあ次に好きなファッション、逆にバンド系、実は、バンドグリーン、はい、あ、ライダース、ライダースみたいな感じ、あ、すごい、うなずいてくれましたライダースが好きだそうです、はい、落ち着いた感じが好きだそうですね、なんで、まああれか、ロンティーよりかはシャツみたいな感じ、あ、いいですね、ありがとうございます、ありますか、好きな感じでも一緒、落ち着いた感じの中でさっき言ったように落ち着いた感じだけど、同じすぎるのも嫌だわがままですね、はい、わがままですね、わがままです、ありがとうございます、はい、で次の方々に聞いていきたいと思います、イエイということで、今、女子大生の方々にいろいろファッション聞いてるんですけど、男性ファッションとかありますか、好きな男性ファッション、コート、コート、コートが好きだそうです、はい、で逆に苦手なファッションとかありますか、なんか、はい、相手の名前は分からないです、はい、ダブダブのサレールパンツみたいな、パンツ、でこれダブダブ系じゃないですか、いや、上はいいんですか、上はいいんですか、明日は細いスッキリとしたパンツの方がいいと、カメラマンしてくれてる方のパンツは大丈夫です、大丈夫です、あ、大丈夫、気に使ってわけじゃなくて、すいません、はい、たまたまにタワーとかに言うわけじゃなくてありがとうございます、はい、ありますか、苦手なファッション、すごい、ごめんなさい、あー、もうライダースにこうバッジが何個もついてるみたいな、そういう感じなんです、はい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 、じゃあ髪型もシンプルな方がいいと、あ、髪は持ってる方がいい、髪持ってる方がいい、髪持ってる感じがいい、タイプですね、あ、タイプで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、今大学何年生ですか、1年生、もうめちゃめちゃほやほやな大学行ってよかったなと思うことありますか、いっぱい人がいる、いっぱい人がいる、あ、確かにいっぱい、いっぱいいろんな人を見る、ね、いろんな人がいるよね、ありがとうございます、じゃあ以上です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、次の方々に聞いていきたいと思います。イエーイ。ということで、好きな男性ファッションから。好きなファッション、シンプルでいいと。うんうんうん。シンプルなファッション。あんまり。うん。こうチャラチャラしてるのはちょっと苦手。何をこう飾っとんの。ありがとうございます。ありますか、なんか。好きだね。はい。とりあえず目印 GG ユニクロをこなすしてほしい。ああ好き。あ、なるほどね、こうすごい、まあ、それもまたシンプルな感じが、ありがとうございます、じゃあ次に苦手なファッションじゃなくてロゴがぐっちゃぐちゃないか、あーなんかロゴが書いてあってパンツもなんかこうアディダスがあってジューシーアディダスのアイテムだ、あ、なるほどね、喧嘩しまくるね今ぐらいのこうシンプルな感じでまとめてくれてる方がいい、もうそうですね、シンプルな好きですありますか、なんかなにこれ、トゲがいっぱい入ってた、そこちょっとあんまり、うん、ツンツンが解決できない、ツンツンのはあれか、なんかそのトゲトゲしいというか、うん、ブカブカしい感じ、あ、ブカブカ、あ、なるほどね、これがブカブカだったらいいんじゃないですか、あ、まあ、
まあまあ許容範囲で許容、ギリ許容範囲で、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後にその大学何年生ですか？1年生。はい、で、次の方に聞いていきたいと思います。イエーイイエーイ、じゃあ、ありがとうございます。今、女子大生の方に男性ファッションのこと聞いてて、なんか好きなファッション、それで苦手なファッション、それぞれ聞いてるんですけども、好きなファッションってありますか？ライダース、あ、いいですね、かっこいいですよね。ありがとうございます。ありますか？セーター。セーター、このセーターは OK ですか？いい感じです。ちょっとなし。なし、なしでした。これはなしなんで、皆さんちょっと気をつけてください。ブルゾン、ジャケットみたいな感じが、で、名腕とか。あ、ありがとうございます。じゃ、逆に苦手なファッションとかってございますか？めっちゃ柄、これは柄、柄これちょっと、受けが良くないですね。気をつけます。はい、ありますか？派手なやつ、これは派手。地味、これは地味だった。派手というのは、そのなんかこうカラフル的なやつが、目がチカチカ。ああ、蛍光色とか。ありがとうございます。ありますか？めっちゃ太いめっちゃ太いじゃあ、スキニーとかの方が好きになってますかね？ ありがとうございます。これはまだ許容範囲ですか？アウトです。あ、ちょっとアウト。ありますね、人の好みがございますね。ありがとうございます。まだだ。ありがとうございました。はい、でインタビューし終わりました。イエーイ。ということで、今回ですね、女子大生の方々に好きな男性ファッションとか苦手な男性ファッションとか聞いたわけなんですけども、本当に人それぞれだなっていうのは結論に至りましたね。なんかこうシンプルなファッションが好きっていう人もいれば、ちょっと派手なファッションが好きっていう方も多いかなと思いました。なんですが、共通してあるのはちょっとこちらね、今タイ君が履いているこちらのパンツ、はい、これね、俺も可愛いと思うけど、こういったちょっと太めのパンツを苦手とする方もね、ちょっと言ってタイプにちょっと苦笑い今も苦笑いしてましたけども、そのように人によってね、違いがあるから、結論、僕から何が言いたいかというと、好きなものを好きに着よう。ありがとうございます。結論、好きなものを好きに着ようでございます。はい、なので、ちょっとでも人の目気にしちゃうんだっていうシャイボーイの方は、ぜひね、今回の動画参考にしていただければなと思います。あ、いいですか、ちょっとインタビュー。男性の NG ファッション聞いてて、もうなんかこれデートに来てこられたら困っちゃうなとか、街中見ててこれ理解できないなっていうやつ。割と何でも大丈夫。なるほどね。じゃあ、例えば蛍光のスニーカーとかは人による。人による。かっこいい。かっこいい。ジン君とかだったらかっこいい。ちなみにおいくつですか？19。逆にじゃあ、好きなファッションありますか？着られたら困っちゃうわみたいな。白蓮骨が似合う男。へえー、冷やせでも何でも。いや、え、いいですか？うん、あ、全然見たい。見たい。これめっちゃずっと言ってて、好きなアーティストが来てるんだ。ストーンで、ノームコアみたいな。これ福永くんって言うんですけど。福永くん、うん、こういう。でもこれ今 T シャツだよね。かな。じゃあ冬で言うと、なんだろう、真っ黒いコートに真っ黒のタートルネックに黒のパンツ。あ、なるほどね。で、マクジェコブスのバッグを着てたら、マクジェコブス限定だな。好きなファッションはありますか？ないです。ない。オッケー、もう何でも着てくれと。何でもいいです。オッケーです。ありがとうございます。はい、次の方々に聞いていきたいと思います。女性にどんな男性ファッションが NG か聞いてるんですけど、私こんな男性 NG ファッションあるよって方、はい、何でしょうか？三代目系ファッション。三代目系ファッション。なんかすごいハッて人が言いましたけど、好きなの逆に。はい、三代目系ファッションが好き。です。ありがとうございます。いや、逆に何が苦手なんですか？え？なんか。あの、なんか何ズームタイツ。何ズームタイツ。ロングスカートみたいな。あ、ロングスカートみたいな、ワイドめのパンツ。そう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 。あ、もうめちゃめちゃ広いパンツが苦手。ありがとうございます。あとは何かありますか？あと、はい、めっちゃ色が薄いジーン。あー、なるほどね。もうほぼ白い。三代目系じゃん。三代目系。じゃあ三代目系が苦手。めちゃめちゃ好きつくるかもしれない。はい、トミー好き。トミー。あ、ブランドね。あ、確かに。それなんで苦手なんですか？色がやだ。あ、色がやだ。逆に好きなブランドは何ですか？古着感があるね、可愛らしい。そう、古着がありますよね。めっちゃ可愛い。めっちゃ古着大好きです、はい、私。ありがとう。何が好き？3代目？え？キレてる系。キレてる系。もうびっくりするぐらい真逆だね。穴開いてる系。じゃあ、逆に好きなブランドとか、男性のファッション。何でもいいです。何でもいい。素敵。じゃあ最後に、じゃあ晴れとかレイジーブルーとか。そうそうそう。 ありがとうございます。詳しいですね。じゃあ最後に、全然関係ないんですけど、男性の好きなキュンとする仕草ありますか？ちょっとバカだ、何でもいい。それなんで自分と会いやすいのと、うん、ちょっと抜けてる人が好きなんです。なるほどね。で、キュンとする仕草ありますか？仕草？うんって、うんじゃない？うんって。誰にも共感する。え、誰？何とかしてみーみたいな。見してみーとかさ、これやってみーみたいな。あー、分かる分かる。ということで、飲み前の4人の女性方でした。イエーイ。
ありがとうございます。はい、では次の方に聞いていきたいと思います。今女性にどんな男性ファッションが苦手か聞いてるんですけど、何かありますか？冬コーデで言ってくれると皆さん参考になると思う。冬コーデ冬コーデ、なんかここにいっぱいローマ字書いてあるスウェットとか嫌だ。ああ、こういった無地ぐらいのやつの方がいい。ああいうの嫌だ、うん、ああいうのね。お店をディスっちゃうことになるから、こういった画像のやつが苦手だそうです。じゃんけんね、トラ、まあ、ちょっと兄ちゃんみたいな感じの。そうが嫌だ、うん、他にじゃあもう一個ぐらい苦手なアイテム教えてください。ワイドパンツ、ワイドパンツ、男子のワイドパンツ、本当に嫌だ。男子のワイドパンツ嫌だ。嫌だ。これぐらい細いのは大丈夫。あ、ない。あ、全然いい。スキニーとかはどうですか？いい。あ、めっちゃ好き。ありがとうございます。あ、じゃあ最後にちょっと好きなファッション。革ジャン着てる人、革ジャン。あ、革ジャン？ライダース？ライダース着てる人。何ですか？好きなの？かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。こういうシンプルなのが好き。うん、あ、俺みたいな。イエーイ。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、次の方に聞いていきたいと思います。好きな男性ファッション教えてください。男性ファッション、うん、ケースに見えつつ、うん、ちょっと遊んでる感じ。ああ、むずいな。むずいぞ。これはケースに見えてどう？あり。あり？遊んではなさそう。なんかちょっと難しいコーデを出、うん、してる感じ。そういう遊んでるね。夜の遊びみたいなことだ。違うか。こなせてる人が好き。なるほどね。じゃあ逆になんですけど、苦手なファッションとかはありますか？パンツがいっぱいついてる。ああとか、あとここになんか紐が垂れてるみたいな。なるほどね。ペロンペロンシャツとか。めっちゃ参考になります。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今好きな男性ファッションありますかってこと聞いてるんですけど、どうでしょうか？清楚な感じが。あ、清楚な感じが好き。ストリート系は、ね、あんま苦手。いや、好き、うん、あ、好きんかいだけどまあ比べたら清楚の方が好き。ありがとうございます。それはまた何か理由とかありますか？人が優しそうで。ああ、優しそうな男性は素敵ですもんね。逆に苦手なファッションとかありますか？チェーンつけてる。ああ、チェーンつけてる。危ね、気をつけてこようと思った。こういったやつは大丈夫ですか？なんかめっちゃでっかいのかな。あ、めっちゃでっかいのブランは意味わかんねえと。怖そうだな。あ、怖そうと思っちゃう。こういった格好につけてるのやつのは大丈夫です。あ、なるほど。じゃあ清楚な格好に俺とチェーンつけてるのは OK だそうです。あとは最後に、じゃあ女性の方に聞きたいんですけど、厚めのね、MA1 かコート、どっちの方が好きですか？コートが好き。清楚系のファッションが好きだからコートの方が好き。ありがとうございます。はい、では次の方に聞いていきたいと思います。苦手な男性ファッションだったりとか NG なファッション、あとはデートでこれ着てこられちゃったらなんかちょっとうんって思っちゃうようなファッション聞いてるんですけど、はい、なんかありますか？好きなファッションは、うん、野村周平。野村周平それ野村周平が好きなんじゃないの野村周平って何でも好きでしょ、うん、アスリート系ね、確かにスケボーとかやってますもんね。そう、うんうんうん、ラフな感じ。ラフな感じが、ありがとうございます、はい、ありますか？シンプル系。シンプル系？デザインがめちゃめちゃ施された MA1 よりかはこういった黒のコートの方がめっちゃ好きと。ありがとうございます。他になんかアイテムでこれ限定で苦手な NG なアイテムとかありますか？まっすぐなキャップ。まっすぐなキャップ。あー、なるほどね。 B キャップ的な。なるほど、ありがとうございます、はい、なんかありますか？黒いマスク。黒いマスク。あー、なんかこのケープ、腕が辛い。これいいですか？ちょっと韓国系のやつが苦手。ありがとうございます。楽しく楽しんでください。ありがとうございました。男性の NG ファッション聞いてて、こんな男性のファッション苦手だなとか、このアイテム苦手だなとのものがあれば教えていただきたいんですけど。なんだろう、うん、例えば今つけてないんだけど、なんかウォレットチェーンとかなんかこう最近ジャラジャラつけてる方多いじゃないですか。それとかはどうですか？あんま好きじゃない。スウェットとか。あ、スウェットも苦手？いや、あ、スウェットよりかはニットの方が好き。はい、ありがとうございます。はい、ということで次の方に聞いていきたいと思います。今 NG ファッション聞いてるんですけど、映りますよ。NG ファッション聞いてるんですけど、どんなアイテムが苦手とか、どんなコーデが苦手ってとかありますか？サーフ系みたいな。サーフ系ね。はい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 。あ、そう、無理無理。なんかこうやってダブル T のバッグ持っちゃったりしてる。ダブル T。ダブル T だっけ？うん、あ、多分写真が出てると思います。はい。そうそう。稽古の靴。あ、そう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 。あ、稽古の靴。はいはいはい。あとカナダグース着てますみたいな。カナダグース結構多いけどな。カナダグースをなんかこう偉そうに着てる感じ。あ、そう。ありがとうございます。ズバズバ。じゃ最後、じゃ逆に好きなファッションありますか？好きなファッション。うん。黒い人モード。あ、モード、あ、黒いね。ちょうどあ、お友達も黒い方いますね。あ、そう、めっちゃかっこいいよ。うん、確かに黒のファッションはね、安定ですよね。そう、あの、はい、モード系が好き。モード系、ありがとうございました。聞いていきたいと思います。男性の NG ファッションとかありますか？英語、うん、が書いて、ずらーって書いてある。あー、しまむしまんみたいな小さいドクロを添えて書いてあるんですね。あ、ありがとうございます。じゃあ彼氏さんのこうファッションはどうですか？え、もう最高です。ありがとうございます。ちなみにこれ、こちらのライダースは僕のブランドのリドムのライダースを着てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。似合ってます。ありがとうございます。
今男性の NG ファッション、こんなアイテム苦手だなとか、こういったアイテム好きだなとか聞いてるんですけども、はい、どんなアイテムが苦手ですか？膝下の肌色のズボン、うん、なるほどね。嫌だな。パンツは黒かネイビーに限ると。そうですね、うん、確かに肌長いのが好き。なるほど、めっちゃわかります。あとはなんかこう苦手なアイテムとかありますか？ドラゴンが書いてある。あー、ドラゴンね。中二病からまだ卒業しないんかみたいな洋服ね。ありがとうございます。逆に好きなアイテムを最後教えてください。黒いスキニーが好きです。あー、黒いスキニーが好き、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで次の方に聞いていきたいと思います。男性の NG ファッションとか、あとこれデートで着てこられたら困っちゃうなみたいなものを聞いてるんですけど、例えば蛍光色のスニーカーとかはありですか？あり。あり。というとどちらかというとストリート系の洋服の方が好き？言うてか。でも蛍光のスニーカーありっていう人も珍しいから。似合ってればいい。あ、似合ってればいい。じゃあ逆になんだろうな、革靴は？あり。あり。あ、もう許容範囲が広いね。許容範囲が広いよね。なんだろうな、好きっていうなら個性がめちゃくちゃ出てるファッションは？あり。あり。あり。ありが多いな。なんとかしてこれなしって言わせたいな。あとはなんだろう、え、何が苦手なの？ないの？苦手は、うん、腕プルプルしてた。苦手、うん、待って、何も言えない何も言えない。ただないか。じゃなし。初めてのパターンだ。NG ファッションがない、はい、イエーイ。以上です。ありがとうございました。はい、で自分のブランドのポップアップに来てくださった方に偶然お会いしたのでインタビューしていきたいと思います。女性の方に男性の NG ファッションを聞いてて、こんなアイテム苦手だなとか、ごめんねチーズドッグ食ってたところあります？このアイテム苦手だなとか。あー、ジーン、うん、ジーンみたいな。あ、デニム。あ、その結構ブカブカとしたデニムが苦手だとしたら、クロスキニーとかの方が嬉しい。ありがとうございます。あとはなんか他に苦手なアイテムとかありますか？チャラチャラしたやつが苦手。ありがとうございます。チーズドッグ食べてください。ありがとうございました。はい、次の方に聞いていきたいと思います。今男性の NG ファッションだったりとか、これ苦手だなとか、逆にこれ好きだなというアイテムを聞いてるんですけど、なんかありますか？あんまりベレー帽をかぶってる男が。あー、なんか古着系男子というか、そうですね、下北系男子。うん、女子より可愛く見えちゃう感じ。ああ、なるほどね。だったら気使っちゃう。パーカーとかスニーカーとかの方がシンプルの方がめちゃめちゃいいと。あ、ちょうどベレー帽。ありがとうございます。じゃあ逆に好きな、めちゃめちゃこれ着てたらもう最高だなっていうアイテムありますか？ジャケットとか系が。あ、ジャケット。あ、確かにね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次の方に聞いていきたいと思います。今好きな男性ファッションだったりとか、 NG な男性ファッション聞いてるんですけど、何かありますか？腰パンの人とか。あ、腰パン無理。あ、腰パンね。腰パン無理。うんうんうん、ダボダボしてる感じ、うん、野球部が着てそうなゲスとか。あーあゲスにキャップみたいな。うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあありますか？腰パン腰パンはもう揺るぎない感じ。うん、あれなんだ、学校にいるんだ、腰パンでダラダラやってる人が。生きってる系。ああ、生きってる系ね。制服の着こなし方もこれ気をつけなきゃいけないね。ベルトが無駄に高校生に合わない高いブランド。ああ、ちょっとなんか、なるほど、グッチのベルトとか。なんか無理してるなと。偽物かなみたいな。あ、偽物かな。なるほどね。前から持ってなかったりすると。ああ、じゃあもうシンプルに革のベルトぐらいの方がちょうどいい。ありがとうございます。じゃあ逆に好きなファッションとか気になるアイテムとかありますか？ロングコートに白ニットが好き。わー、ロングコートに白ニット。いいよね。コートが好き。確かにその腰パンとは真逆の綺麗めファッションですね。ありがとうございます。ちなみにこの僕の今の格好があると思うんですけど、僕の格好をダメ出ししてください。なんかここをこうしたらいいですよとか、逆にいいところもじゃあ言ってください。ダメ出しある？ない。ありがとうございます。じゃあ逆にここいいなと思ったところ、後で男性方が参考すると思うので。コートの下感がいい感じ。ありがとうございます。コートがやっぱり受けがいいというかですね。ありがとうございます。明日のディズニー楽しんでください。ありがとうございます。はい、ということで次の方に聞いていきたいと思います。今男性の NG ファッションとか、あと苦手なアイテム、着てほしくないアイテム聞いてるんですけど、何かありますか？着てほしくないファッション。めっちゃ悩むね。例えばじゃあスニーカーと革靴だったらどっちの方が好き？スニーカーでゴテゴテとしたスニーカーとシュッとしたスニーカー、どっちが好きですか？シュッとしたスニーカー。じゃあナイキとかのスニーカーが好き。はい。じゃあ逆に蛍光だったりとか、あとはバスケットシューズ系はどうですか？嫌です。嫌です。ありがとうございます。じゃあ系統的に言うと、フォーマルなこういったコートとかにスニーカー合わせてぐらいの方が好き。はい。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。はい、次の方に聞いていきたいと思います。今女性に男性の NG ファッション聞いてるんですけども、苦手な NG ファッションとか、あとはデートの時にこれ着てこられたらちょっと引いちゃうなみたいなものってありますか？膝上の短パン。確かにね。このシーズンあんまりないと思うけど。そうだね。でも確かに、あれ上の短パン、男なのにそんな足出すかよみたいな感じもあるよね。すね毛が見えてたら嫌だ。すね毛が見え
せていたら嫌だ。でも半ズボンは基本的に嫌なんだ。じゃあもし仮に、まあ、男性も暑いからじゃあ半ズボン履くとした時に爪毛を剃ることに関しては、なんか嫌だねどっちも嫌じゃん。もうとりあえず半ズボンは絶対履くなぐらいの感覚。ありがとうございます。で最後に好きな洋服を教えていただけますか。好きなメンズファッション、系統でもいいしアイテムでもいいし。トレンチコート、いいね。黒のスキニー、確かにね、鉄板だよね。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今男性の NG ファッション聞いてて、このアイテム苦手だなとか逆にこれ好きだなとかあったら教えていただきたいんですけど、小物とかなんかリングつけてるのはどうですか。長年の友達と思っていただいていいんですけど、リングつけてる系男子。うちは OK。 うちは OK。 あ、みんな OK。 気使ってくれた感じね。ありがとうございます。古着系男子か綺麗めの格好してる男子、どっちが好きですか。古着系の人、いいな。そう2票。綺麗めの格好2票。ありがとうございます。最後にそれ理由聞いて終わりにしましょう。なんで古着系の格好が好きなんですか。なんか、うん、おしゃれな感じする。おしゃれな感じがする。着こなしてる感がある。あ、着こなしてる感がある。こなれてる感がある。じゃあ逆に綺麗めのファッションが好きな。なんとなく。なんとなく、まあ、特にこだわりはねえぜって感じ。ありがとうございます。最後に綺麗にしてそう。綺麗にしてそうから生活面も綺麗なんじゃないかと。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。今、SNS の NG ファッション聞いてるんですけど、こんなアイテム苦手だなとか、こんなアイテム逆に好きだなっていうのありますか。なんか、ジミーフェルヒガーの、うん、トミーなんかジーパンみたいな。今年めっちゃ見たよね、トミーフェルヒガー。ビあ、なるほどね。じゃあもう逆に個性があるぐらいの方が好き、はい、どんな個性の出し方が好きですか。なんかテーマパークとかだったら、うん、紫のパーカーとか、なんかすごい女の子と一緒に。あー、なるほどね。基本的にもうディズニーランドで考えてるね。ディズニーランドで考えてる。ディズニー限定で。ディズニー限定で。ありがとうございます。じゃあスニーカーと革靴だったらスニーカーの方が好きか。スニーカーの方が好き。なるほど、まあ、今のファッションの系統もどこかストリート系な感じだもんね。ありがとうございます。はい、というわけで次の方に聞いていきたいと思います。今男性の NG ファッション聞いてるんですけど、何かこれデートの時に着てこられたら困っちゃうなとかいうものありますか。サンダル。サンダル。まあ夏に夏っていうか、なんかアディダスのサンダル。あー、あるよね。一部の層に人気だよね。それはいや、どっちなんだよと、楽したいのかなんだって。なるほど、矛盾が起きてますね。ありますか、なんか。ほんまに嫌なのは、シマモみたいなの。あー、なんか中学生の洋服みたいな感じ。なんかもうそんな人おらんと思うけど、いや、あ、いや。ありがとうございます。はい、それでは次の方に聞きたいと思います。今女性にどんな男性ファッションが苦手か NG か聞いてるんですけど、なんかデートの時これ着てこられたら困っちゃうなみたいなことってありますか。カラフル。カラフル。あ、とにかくカラフル。どれぐらいカラフルだったんだ。蛍光色。蛍光色苦手だよって人。全員全員手挙げた。なるほど。他に何か苦手なものとかありますか。ピンク。ピンク苦手だよって人。あ、全員ですね。ありがとうございます。なぜその男性がピンク着ることに関して苦手なんですか。なんとなくもうなんか嫌悪感抱いてしまう。ありがとうございます。逆に着てほしいなとか好きだなってアイテムありますか。ロングコート。ロングコート。これは別に俺に気遣ってるわけじゃないです。たまたま。はい、よかったよかったよかった。ありがとうございます。男性の NG ファッション聞いてるんですけど、苦手なファッションとか、これデートに来てこられたらきつくねっていうような服とかってありますか。ピチピチの服。どんな。スイムウェアみたいな。スイムウェアみたいな。筋肉を強調したい。なるほどね。それはインナーでもなしですか。例えばアウターをオーバーサイドだけど、脱いだその先のニットがピチピチだっていうのも嫌だ。それはいい。あ、それはいい。じゃあせめてアウターその外側だけでもこうオーバーでゆるっとしていてほしい。ゆるっとしてほしい。ありがとうございます。なんかありますか。半ズボンがあんまり好きじゃない。半ズボンがあんまり好きじゃない。なんで半ズボン苦手なんですか。ちょっと毛が毛がね、毛が見えるの嫌だ。冬のファッションでなんか苦手なファッションとかありますか。上着着てないのとか。上着着てないね。上着着てないの嫌なんだ。なんで上着が着ててほしいの。着れそうだし、はいはいはい、着てる方がおしゃれに見えるから。あー、なるほどね。ありがとうございます。はい、というより次の方に聞いていきたいと思います。今男性の苦手なファッションとか聞いてるんですけど、苦手なファッションとかってありますか。パジャマみたいな。どんな服装がパジャマっぽく見える。ダボダボしてる。ダボダボしてる。なんかもうジャージパンツにスウェットみたいな感じがちょっと苦手。ありがとうございます。なんか苦手なファッションとかありますか。大工さんみたいな。大工さんみたいな。どんな私服にしてる。なんかもう、ダボすぎるやつが苦手。なるほどね。ありがとうございます。はい、とりあえず次の方に聞いていきたいと思います。男性の苦手なファッション聞いてるんですけど、ありますか。オーバーオールとか。オーバーオール。この全部つながってるみたいな、はい、なんでそれオーバーオールが苦手なんですか。じゃあ結構男性に求めるファッションは大人っぽいファッションが好き、はい、他にオーバーオール以外に苦手とか、あとはデートに来てこられたら困っちゃうなみたいなファッション。
半ズボン、夏で言うとね、確かに、はい、なんで半ズボンが苦手なんですか。足見えてるのちょっと、はいはいはい、見せるなと、はい、ありがとうございます。はい、とりあえず次の方に聞いていきたいと思います。今、苦手なファッションついてるんですけど、チェーンついてる。チェーンついてる人、なぜチェーンが苦手なんですか。ダサい。ダサい、もうとにかく嫌悪感がマックス。ありがとうございます。十字架のネックレス、あ、ごつい系は嫌です。なんでそのごつい系の十字架ネックレスが嫌なんですか。なんかもう、俺みたいな、うん、俺を見ろみたいな主張が激しい。私もこの足のところにこうチェーンが、チェーンが、これは OK です。それは大丈夫ですけど、うん、チェーンがあー、財布そんななくさないだろみたいな、そういう、うん、そういうのは苦手です。なるほど、ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今、男性の NG ファッションを聞いてるんですけど、苦手なファッションとかありますか、男性の。柄物に柄。それはパンツがガラガラしてて、もう上もなんかチェックだみたいな。そうです。それなんで苦手なんですか。チカチカする。チカチカする。もう男性のファッションは落ち着いててほしいと。そうです。シンプルが一番。シンプルが一番。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。苦手なファッションとかありますか。ド派手なファッション。ド派手なファッション。どんなものがド派手だと思います。蛍光系。蛍光系が苦手。苦手なファッション。奇抜なファッション。なんで奇抜なファッション苦手なんですか。よく見えない。あ、よく見えない。確かにね、奇抜なファッションよく見えないよね。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今、男性の NG なファッションとか聞いてるんですけど、なんかありますか。アディパン。あ、アディパン、アディダスのパンツ。なんでアディパンが苦手なんですか。ヤンキーっぽいから。ヤンキーっぽい、ちょっと怖く感じちゃう。ありがとうございます。なんか苦手なファッションとかありますか。蛍光色系のスニーカー。あー、そう、なんで蛍光色のスニーカーが苦手なんですか。なんかあんまりいい印象はない。うんうんうん、いい印象がない。もうなんかちょっとカジュアルすぎると。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今、男性の苦手なファッション見てるんですけど、苦手なファッションとかってありますか。チェーンジャラジャラ。チェーンジャラジャラ。なんでチェーンジャラジャラが苦手ですか。チャラいから。チャラい、チャラいファッションが苦手。ありがとうございます。苦手なファッションとかありますか。肌が見えすぎてる。肌が見えすぎてる。それは、夏は見えて当たり前じゃないですか。あ、そうですね。冬に肌が見えてるのが嫌だ。ズボンとか、はいはいはい、見えすぎてるな。あー、なんかこうダメージが入ってパックやってみたいな。それはなんでその肌が見えていると苦手なんですか。なんか破れてない方が清潔感がある、うん、清潔感が大事。ありがとうございます。はい、それで次の方に聞いていきたいと思います。今、男性の苦手なファッションって言ってるんですけど、全身古着。全身古着。なんで全身古着が苦手なんですか。ダボダボしてる。あー、これぐらいのダボダボはどうですか。あ、いいと思います。あ、いいと思います。じゃあもうダボダボすぎるものがダメなんですか。逆にこう大きいものを着た下はスッキリと合わせてほしいしみたいな。ありがとうございます。もう一個、じゃあ苦手なファッション。ドクターマーチン。ドクターマーチン。なぜドクターマーチンが苦手なんですか。スニーカーとか見てる方がおしゃれかな。スニーカーはどんなものが好きですか。バンズとか軽いスニーカー。あ、軽いスニーカー。ローテクなスニーカーが好きだと。ありがとうございます。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございます。結構ね、この全てわかる動画だったりとか総まとめ動画が意外にも好評なので、今回も街頭インタビュー編でさせていただきました。少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。